ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月29日は、34年前にヨーロッパで拉致された石岡徹さんのお誕生日です。石岡さんは今年で57歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今年の6月10日から12日にかけて、日本国政府拉致問題対策本部は、北朝鮮による拉致問題に対する日本国民と諸外国の継続的な支援を求めるとともに、解決への決意を改めて誓うため、拉致問題に関する写真展などのイベントを開催しました。このイベントは、拉致被害者横田めぐみさんのご両親、横田しげるさん、早紀江さんご夫妻と同じマンションに住む住民を中心とした民間団体である朝顔の会と、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟との共催により、国会の衆議院第一議員会館で行われました。このイベントの開催にあたり、6月10日に安倍内閣総理大臣の出席のもと、オープニングイベントが開催され、横田ご夫妻を含む各関係者が拉致問題の早期解決に向けた国内外の協力を呼びかけました。このオープニングイベントには、国会議員77名のほか、77カ国の駐日大使や高官職員も出席し、拉致問題に対する国際社会の関心の高さが伺われました。それでは、オープニングイベントにおける安倍内閣総理大臣と古谷拉致問題担当大臣のスピーチをそれぞれお聞きください。まず、安倍内閣総理大臣のスピーチです。本日はたくさんの大使の皆様、そして国会議員の皆様に、横田めぐみさんの写真展にお越しをいただいたことを御礼を申し上げたいと思います。私が小泉総理と共に訪朝してから12年が経過をいたしました。12年経過をして、私があの2002年、思い出すことは、小泉総理と共に金正日委員長とお目にかかった時のことではありません。そうではなくて、その後10月に5人の被害者の方々が帰国を果たされ、羽田空港に降り立った時のことであります。青く澄み渡った空の下、5人の被害者の方々はご家族と再会をされ、そして抱き合って涙を流しておられました。その時、横田ご夫妻も家族会の会長としてその場におられました。そして家族会の会長としてその場を記録に留めようと、カメラのシャッターを盛んに切っておられましたが、
お二人の目からは涙が流れておられたわけでありまして、その場にめぐみさんがいないという現実、その悲しい現実と向き合っておられました。私はその時思いました。横田さんご夫妻、千代さん、幸恵さんにもめぐみさんをご自身の手で抱きしめる日がやってくるように全力を尽くさなければいけない。その日がやってくるまで私たちの使命は終わらない。そう固く心に誓いました。先ほどご夫妻からお話があったように、ご夫妻は大変困難な中で、そして辛い思いを乗り越えながらめぐみさんを取り返すために今日まで戦ってこられました。先般モンゴルのご協力もいただきまして、ウランバートルでウンジョンちゃんとお二人は会われたわけでございますが、これは終着点ではなくてまさにスタートであると思っております。先般北朝鮮は拉致被害者、拉致されたことがの疑いを排除できない全ての行方不明者の調査を約束をいたしました。めぐみさんをはじめ全ての拉致被害者が帰国を果たせるよう、今後北朝鮮側と交渉し、北朝鮮側が誠意を持って対応してくれるように強く促していきたいと思いますし、全力を果たしてまいります。今日まで拉致問題にご協力をいただき支持をしていただいた全ての国々の皆様に感謝申し上げ、この問題が解決できるように全ての国々の皆様のご協力をお願いする次第であります。政府として今後この問題、拉致問題の解決のために全力を尽くしていくことをお誓い申し上げまして、総理大臣としてのご挨拶をさせていただきたいと思います。続きまして古谷拉致問題担当大臣のスピーチです。今日は拉致対策本部、拉致議員連盟、そして横田さんご夫妻と同じマンションに住んでおられます、この拉致問題を活動されておられる朝顔の会、こういったメンバーが共催でこの会を開かせていただきました。今日は70カ国を超える大使館関係者、大使はじめ大使の関係者に出席をいただきました。心から感謝御礼申し上げます。やはりこれだけ国際的関心が高くなっている、拉致問題解決のためには国際的な連携と北朝鮮に対する国際社会からの圧力が極めて重要であります。それを象徴している今日のこの多くの出席者の皆様だと思います。拉致は単なる誘拐ではありません。国家の意思によってその国の国民を強制的に連れ去る行為、まさしくテロにも等しい行為であります。だからこそ国際社会は大きな怒りと、そして北朝鮮に対してこの拉致問題解決を強く訴えていく必要があるのであります。先ほど総理からもご挨拶がありましたように、いよいよ包括的な解決に向けての一朝協議のドアを総理の決断によって開くことができました。2008年当時と比べて環境の変化は2つあります。1つはまず国内の政治が安定をしたこと、2つ目は国連の人権委員会 COI があれだけ厳しい決議をして世界各国に拉致問題が人権侵害の象徴的な一つの例として世界の国際社会が知ることになったからであります。しかしこれからが拉致被害者すべての方々を帰国に向けての北朝鮮との交渉はまさしく胸突き八丁の交渉が始まるわけであります。ですから私たちはもちろん超党派でオールジャパンでこの問題に取り組んでいきます。そして一方では今日は多くの70カ国を超える大使はじめ関係者の皆様が出席でございますので、ぜひ国際協力も必要でございます。合わせ皆様方にその協力を私担当大臣としてお願いをいたします。結びにあたりまして、今日この会場は議員運営委員会、具体的には議員運営委員長
相沢委員長の配慮によりこの会場を使わせていただくことになりました。実はこの議員会館の施設では音楽の演奏は今まで禁じられておりました。相沢委員長の判断で今日許可をいただきました。そして今日は横田めぐみさんの中学校の同級生で東邦音大を卒業された吉田直也さんが、バイオリンを演奏します。ぜひお楽しみをいただきたいというふうに思います。結びにあたりましてこの拉致問題解決のために我が政府は一丸となって、そして拉致議員連盟関係者の皆様としっかり連携をして全ての拉致被害者を取り戻すために安倍総理の下で全力を尽くすことをお約束してご挨拶に変えます。ありがとうございました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月23日ラッセル国務次官補の演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。6月18日にワシントンのウィルソンセンターで開かれた会議にアメリカのダニエル・ラッセル東アジア太平洋担当の国務次官補ですが、このラッセル国務次官補が出席をして演説を行いました。その演説の内容は米韓同盟が現在直面している脅威あるいは挑戦機会といったものについてアメリカ側の考え方というものを示すという、そういう内容の演説でありました。ラッセル国務次官補は特に現在米韓同盟がですね、より強固なものになって、さらに進化しているということを強調をいたしました。実際、この60年の間に米韓同盟というのは形をいろいろ変えてきたということでありまして、現在では米韓二国間関係というものに、寄与しているというだけではなくてですね、アジア太平洋地域の問題に対しても、あるいはより広く地球的な規模の問題に対しても、米韓同盟というのは寄与しているという、そういう存在になったということをラッセル国務次官補は強調いたしました。そして特にその現在の米韓同盟というものがグローバルパートナーシップであると、まさにその地球的な規模でのその親善友好関係というものが出来上がっているんだと、いうことを散々ラッセル国務次官補は強調をいたしましたが、今米韓同盟というのがそういうグローバルパートナーシップと言えるようになってきた背景には、やはり韓国が経済的な発展を遂げて、現在では地球的な規模の問題に対してもですね、積極的に役割を果たしうると、あるいは責任を果たしうるという、そういう存在に韓国がなってきたということが大きな要因といいかと思います。で、実際、かつては韓国は先進国から経済的な援助を受けていたわけですが、現在ではアメリカと一緒にですね、発展途上国に対して経済支援を行うような、そういう存在になりましたし、あるいは地球的規模の問題ということで非常に重要な核の安全ということについて言えば、2012年には韓国は核安全サミット、核の安全について主要国の首脳が議論をする、そのサミットをですね、開催をしたわけでありますので、これはやはり韓国の今の役割というものをよく象徴しているということになると思います。あるいは現在国際社会に非常に大きな関心を呼んでおりますイランの核問題とか、あるいはシリアの化学兵器の問題等についても、韓国はやはり積極的な役割を今や示せるようになってきたということであります。で、もちろんアジア太平洋地域というその地域の問題ということで考えても、韓国側の役割は拡大をしてきましたし、
った、それだけ大きな責任を果たすようになってきていると言っていいと。ラッセル国務次官は、特に地域の関係で言えば韓国と中国の関係が今進展しているということを歓迎をいたしまして、習近平国家主席が7月の3日4日の予定で韓国を訪問するということになっておりますが、まあ、その習近平訪韓も大変望ましいということで、ラッセル国務次官は歓迎をいたしました。まあ、それはこうやって中韓の関係が深まりますと、対北朝鮮で強調できる部分が増えると、あるいは中国の北朝鮮に対する姿勢というものが変化してくるという、まあ、そういう意味でありますので、まあ、現在の中韓関係が進展することは非常に望ましいというのが現在のオバマ政権の考え方であると言っていいかと思います。他方地域ということで言いますと、日本と現在韓国の関係が緊張した関係にありますので、まあ、それはできるだけ早く日韓関係も良好なものになることをラッセル国務次官は強く望んでいると伝えました。特にその日韓両国の関係を改善するためには日韓双方の努力というものが必要とされるということで、韓国も日本もその関係を良くするための努力をよりすべきであるという、まあ、そういうことを強調いたしました。でもちろん地域の問題という中には北朝鮮という問題がありますので、その北朝鮮の核問題あるいはミサイル問題とについて、もちろん韓国が非常に原則的な立場を取っている、非核化を必ず実現させるという立場を取っていることをもちろん歓迎を出す国務次官はしましたし、他方で統一問題についてパク・クネ政権が積極的であること、あるいは北朝鮮の人権問題について積極的であることも非常に高く評価をいたしまして、北朝鮮に対する脅威に対する防衛ということではしっかりと米韓が揃って対応していくということももちろん再確認がされたわけでありますが、まあ、そういう中で北朝鮮が早く非核化をして経済発展に向かうということが望ましいということも再確認されました。先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1980年のヒット曲、山本譲二の道の駅一人旅をお送りします。それではお聴きください。その足の身の慰めいて道のく一人旅、後ろ髪引く悲しい声を背なで断ち切る道しるべ、生きていたならいつかは会える、夢でも会えるだろう、逆らいながら一人行く身の胸の内、俺は男とつぶやきながら道のく一人旅、
日の松島しぐれの白昨日と明日は違うけど遠くなるほど愛しさ募る未練が募るだけたとえどんなに恨んでいてもたとえどんなに明かりが欲しくてもお前が俺には最後の女俺にはお前が最後の山本譲二で道のく一人旅をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原貞明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jpinfo@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろ
お別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルゴネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。